闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。はい、今回もプレイしていきましょう。私が FB37 です。そしてこの私が羊たちの沈黙をとうとう破ると言われている、うるさいで有名なキックンバックスです。です。では早速プレイしていきましょう。はい、さて次は雷のガーディアン。なん、雷のガーディアンを呼び出したいと思います。こちらは結構強いらしいんで、もうそうなんだ、もう結構高レベルのガーディアンになってますから。ほえー、じゃあ早速呼び出したいと思うんですけども、どうなんだろうな、雷雨の時だから一応雨にする魔法はあるんだけども、もう物は試しで、とりあえずまず、金のレールをこうやってやります。で、マナバッテリーを真ん中に置いて、鉄の柵を上に2個置くと、だからまあ飛来神みたいな感じですよ。飛来神だね。はいはいはい。もう一個キック邪魔キック邪魔遊んでんのかと思った。で、雨にします。はい。で、これはでも普通の雨なんですよ、言ってしまえば。はい。例えばここにだからアロマが雷を落としたらいけんのかってやつ。あれ、あ、なんか出てきたよ。今アロマ雷を落とした、何もしてない。雨だって今雷鳴ってたよ。あ、雷鳴ってたの、ライフになったの。じゃあちょうどやった、ライトニングガーディアン。またこいつ操作逆にしてくる。うわもう、どこ、俺見えない。ちょっと一回落ちる。雨やんだらダメなのかな。いや、晴らしてしまえ一回。あ、別に晴れても大丈夫だ。あ、かわいそう、かわいそう。わー、なんだ今放電したぞ。いや、こいつ強いわ、結構ダメージくらい。いや、すまん、俺今の俺の攻撃だ。回復もする。あ、すまん、これ俺の雷属性だから全然使えんだ。あ、そうだ、むしろ回復してんじゃん。ジビジビ言ってるぞ。もう、あ、いいよ、もうバイオエンだけでいいよあれ、元も子もないのが聞こえたぞ。わー、バイオエンだけでいいわ。いいんだ弱い弱いじゃねえか。弱いです。バイオエンが強すぎんだよ。生命のガーディアンの方が強かったです。うわ、マナバッテリー必要になるです、いちいち。そりゃそうだ、めんどくさ、コスト高いです。ここに1個あるぞ、余ったやつ。あ、いいぞ。あ、それ余ってるっていうか、いいのかいいえ、使っちまおうぞ。まあこれこっちな。あ、でも、なってるかも。あー、もう出た。あー、飛んだあ、ピカピカ、めっちゃ、おー、キックン、こいつエネルじゃない、もしかしたら。こいつエネルだわ。誕生日は5月6日。ゴロゴロ。ゴロゴロの実。ほら。うわ、なんだなんだなんだ。ママラガンだ、ママラガン。こっちもすごい震える。なにこれ、どういうこと。いたいた、俺も。俺に雷降らせてきやがる。やるね。でもだってアロマなんてあいつ雨宿りしながら。ほら、雷対決だ。お、雷対決。やっぱアロマはゴムだから。唯一の天敵だからすげえエネルを炎で倒せるんだあいつなすべがないぞ。はい、いけませんでした。危険で倒すから、マナバッテリー作んなきゃマナバッテリーまた作ります。へい、お待ち。やることない。見てるだけだわ。確かに。やることない。やったぞ。じゃあ次行きます。もうここにあればいいんじゃないの。お前回収班しろ。ああ、もういっそここにやればいいじゃん、真ん中に。だってゴールドでも影響して出ないかもしんない。ゴールド線路がもうない。
震える。お前が戦ってる間、俺は漫画でも読んでるから。これもエオヨと漫談でもしてよ。おい、倒したぞ。あ、出ないぞ。じゃあ次行きまーす、うん、次エオヨさん、あれですね、世界にはおー、すごい古い建物とかありますけども、どう思いますか？そうですね、世界には古い建物、まあ日本にもありますけどね。まあそうですね、でも世界レベルになるともう2億年前に建てられた心臓とかありますから。心臓建てた。いた。いたぞ。待って。うわー、操作逆だ。操作逆やめて。こいつちょっとナタデココみたいな。わかる。俺何めっちゃはっちゃけてパンチしまくってるぞ。ビリ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 。わーわー、え、なんだこれ、なんだこれ。アルバが強制退出された。うわ、俺も強制、こいつとうとう。なんだ、まさかそんな技を使ってるとは。マジかよ。こいつやってくれる。マジかよこいつ。とうとうそんな技まで使うんだった。こいつ最強だぞ。物理的にログアウトさせてくる。まさかそんな技を。なあ、いいね、オンラインゲームとかで強制ログアウトさせてくる敵とかいったらマジ最強だよ。よし、倒したぞ。勝てね。出ないね。卑怯なやつ倒したぞ。やってくれる。卑怯なやつは誰だ。卑劣だな。卑劣な技だ。この出るまでラグがあるのがなんか不安にさせるよ。わかる。でも不安はすぐ安心に変わるから。殺されるために生まれてくるわけだからな。鼻噛むなよ。鼻あったもん。余裕の鼻噛み。おー、あー、なんだこれ。ここでエオヨとキックンの漫談コーナー。イエーイ。いや、最近ね、めっぽう暖かくなってきましたけど、エオヨさんはどんな服着てるんですか、最近は。T シャツ、短パンですね。あの、季節の変わり目なんでね、あの、なかなか服のチョイスが難しいと思うんですけど、エオヨさんはどんな服を着てるんですか？T シャツ、短パンですけども。まだちょっとね、夜は寒いんですけど、まあ、昼もね、そこまでさ、あったかいわけじゃないんですけど、まあ、あったかいなーって感じなんですけど、エオヨさん何を着てるんですか？いや、T シャツと短パンですね。嘘つけえ、なに、なんつったの今。ほら、早く送れよ、ほら。なんつったの今。むさつくーっつったの。むさつくーって言わなかった今。なんつったの今。これ小賢しいわ、短パンで歩いてるんだったら見たことない。確かに短パンで歩いてるやつそんないなくない。こいつしかも落とさなれやろ。うちね、なんなんだよこいつ。エオエオの自問自答のコーナー。俺はどうして生きてるのかよくわからない。どうしよう、どうすればいいと思う。雷のガーディアンでも見て考えろ。確かに、こいつは何のために生きてんだ。毎回思うけど、このガーディアン系はめられて殺されるわけだからね。呼び出されたと思ったらバイオエンだもん。かわいそう。それはバイオエンまで来たらもう手打ちようないじゃん。いやもうこんな赤ぷよ降ってきたらな。もう一気に3体ぐらい呼び出せないのこいつ。同時呼び出しできんじゃないの。あー、どうなんだろう。いやできないんじゃねえのかな、さすがに。試してみると、うん、そうだ、次呼び出したらすぐ、うん、次の準備しておけ、はい、よし、じゃあ次だ。どうした、どんどん送り込め。さあ、どうだ。まあ、呼び出すまでちょっと時間かかるから。いや、でも、ダメなんじゃないか、さすがに。さすがにダメか。
あー、ダメっぽいっすね。一体ずつじゃないとダメっすか。出た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 遅れ遅れ次もうマナデンチねえわ作ってくるてかもうそろそろ出るだろうかよまあ出なかったっすね出ないでもこれは非常にいいシステムです効率よく機械が回収できますね死にますよいや出ないっすね出ないねこいつ手ごわいぜまだちっちゃいやつとかじゃないもんなないな確かにやべ形おかしくなってもういいよこれ取れちゃったあ出るんかい出るんかいこれでも出るんかい結構暴されるためだけに呼び出されるってどんな気分なんだろうなどんどん呼び出せどんどん行けはいはいあ来ましたおいいね次次次次あ上がってるわいひどいはい一体死んだいや出ないっすね出ないのかよマジが出た出たひでえこれはいいシステムだぞ今までで一番手強いぜ出た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 よし呼び出された瞬間に処刑場に送り込まれる2体が限界かなそうだスピード的にああやばいやばい多分呼び出される時間的に2体がもう限界なんでしょう、ね、まあお前が倒すのが早いからなんだけどねこれ溜め込めば10体ぐらいいくかもしれないな出ない出ないこいつもう10体ぐらい倒してるぞもっと倒して2匹とも死んだぞないもう結構生まれてるぞ早く遅れ処刑場に、はい、あそこにもやるこれ多分いけるただただ殺戮を効率化するためだけど作業もうこいつこの状態だとマジで何も動けないあもう雨も晴れたわ晴れちゃった後ろがよみがえったぞいや、ないね。あ、あ、あるわ。お、あったなんか出たあ、拾った今。こいつ送っとけ。で、で、で、で。とうとうドロップしましたあれダメだよ、わざと囲み出ちゃう。ライトニングチャームです。はい、というわけで、レアアイテム、ライトニングチャーム、出ましたわーやったこちらはですね、どんなアイテムかというとですね、じゃあアロマさん、適当なところにアナゴさんを使ってみてください。アナゴさん。そうすると、なんも起きないね。ん？あれ？そういうアイテムじゃなかったっけ？ちょっと待って。あ、シフト右クリックでオンオフの切り替え。もう一回やってみていいじゃん。まあ、ここにアイテムが散らばったじゃないですか。これを。うん。おーほらほらおー吸われた手だけ。やべーアイテムボックスにあるだけで勝手に吸ってくれるらしいよ。ああ、もうそ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 う。大きな上位互換版ってことああ、そういうことじゃない。なので、これはアロマにあげますやったこれでだからいちいち燃やす必要がなくなるから確かにまあ、地味に便利だけど、別にまあねこれだけの苦労をしてまでって感じでもないよそうだね正直俺らいらないもん感動薄っあんだけ苦労して生命が一番すごいんだよね。でも生命大変だよ、やっぱ。はい、というわけで、ガーディアンを今週は倒していきましたが、今週、なかなかですね、レアドロップ、手に入れましたね。まず、神秘のガーディアンかな。神秘のガーディアンを倒した時に出たこちらの本。本。本ね。本か。この本は正直一番いいよな
まあ使い勝手は使いやすい。だって魔法のダメージアッププラス消費ダウンだから、ね、もう4分の1減らしてくれるわけだからな。最高だよね。すげえ、まあ、この魔法の書と次はこの命を刈り取る形をした鎌やべえ。お前危険なんだよいちいち。で次がキックンの冬のガーディアンのロケットパンチ。ロケットパンチ、これをキックンが持ってるのが腹立つわ。エオエオが。そしてエオエの今持ってるこのハートが増える、地味に最強という、注意値上がる。で、先ほど得た、アイテムを吸い取るオーブライトニングチャーム。おいいね、わかんねえ。そして何よりこのキックンのドラゴンヘッド。埋まってた、埋まってた、出たあいつ。あとこのウォーカーソードとね、あとガッツの剣も一応手に入れましたね。今週はだからレアアイテム祭りだった。そうだね。で、残すとこガーディアンはあと2体ですから、あと2体は相当強力なんじゃないかなと個人的に思っておりますので、まあというわけで今週はこんな感じで、はーい、じゃあ全世界のみんな、バイバイバイなら。